はい、皆さんこんにちは。満貫合格、選択と集中で試験対策を変える、こういったタイトルでね、本日ガイダンス的なお話をさせていただきます。だいたい30分ぐらいになります。担当はですね、今日紹介する上級コースというものを担当する私レック専任講師の小野と申します。よろしくお願いいたします。さて、使いますものはですね、今画面に映しますが、こういうやつ、使っていきます。お手元に紙ベースとして持っている皆さんは、そちらを出していただきたいんですが、多分ウェブ等々でね、紙ベースじゃないという方は、画面を見ていただければ OK です。こちらを使っていきますので、お話をしていきます。で、今は申し上げましたようにですね、今回のこのガイダンスは基本的には、マンション管理士試験の上級合格コースってやつね、そちらに関するお話をね、させていただこうと思ってます。まずそうですね、レジュメ5ページになるんですけどね、レジュメ5ページになっていきますが、よいしょ、はい、5ページのところにこういうのがありましてね、満貫合格へ向けての具体的な方策で、マンション管理士上級コース、こういったものがございまして、こちらのね、内容についてのお話を30分程度ね、試験対策のお話もさせていただきますので、大体全部で30分程度になります。で、そういうふうにね、申し上げますとね、いきなりこういうふうに申し上げちゃいますんで、お二方ね、引いてしまう方いらっしゃるかもしれませんが、それは30分程度なんでね、引かないでお付き合いくださいって感じなんですが、まずほら、マンション管理士ね、私こうやって見やすいようにマークは使いますが、別に大事だからというわけじゃありません。講義中にマークを、使うときはね、大事だから覚えてくれみたいなところをやっていくんですが、今回ちょっとガイダンスなんで、別に大事だからっていうんじゃなくて、見やすくするため。で、しかも上級コースと書いてありますからね。例えば皆さんの中でね、自分は管理業務主任者試験であると、管理業務主任者試験だけを考えている、だからこういうタイトルだったら、じゃあちょっとやめとこうかなとかね、思う方いらっしゃるかもしれませんし、あとはね、最初に、初学者であると、まだね、満貫の受験を目指して、勉強を始めたばっかりであるとか、あるいはね、これから始めようという方、いきなり上級と、じゃあちょっと引いちゃうかなって方いらっしゃるかもしれませんが、そこはそれ、タイトルとして基本コースがございます。我々レックの中ではね、基本のコースがございます。亀田先生が担当なさっているスタンダードのコースがあって、それとは別のことをやっていくんで、上級って言ってるだけなんですね。ですから、特にこう、なんていうのかな、ハイレベル的なものね、日本におけるね、この区分所用の解釈はこうであるとかね、学説の争いはこうであって、判例はこう考えるべきであるとかね、そういうこと一切やりませんから。だから上級といっても、いわゆるスタンダードコースでは、あまり深めないところをね、深めていくよというところ、それが上級という言われなんです。で、もう一個ね、これは2ページ目の方でいいかな。まず2ページ目の方ですね、見ていただきたいんですが、2ページ目ね、こんなふうになっていて、これはですね、管理業務主任者さんと、マンション管理士試験のね、主催のテーマの比較なんです。こんなものがございましてね。で、満貫の方がですね、マンション管理士試験、こちらの方がいわゆる法令系です。法令系ね。法令系が6問多いんです。だいたい毎年そうかな。管理業務主任者26問で、こっち32問ね。だいたいからが5、6問多いんですよ。逆にね、管理実務の方は少ないということね。にがあります。そういう違いはございますがということ。ね。あとはだいたい同じかな。例えば、設備系は9と10。設備系法令は4と5ね。ですからね、それほど差はないんです。で、これね、私がですね、上級コースでやるのはむしろこの辺りなんですよ。区分所有法とか規約ね。これ。区分所有法とか規約ね。こちらをやっていくんです。これは上級コースの内容なんですね。ですからね、いわゆるマンション管理士試験でいくと、数が多くなる。出題が多くなるよってところ。特に区分所有は5問ぐらい多いんで、毎年4、5問多いですよ。そのあたりのね、お話をしていくってこと。このあたり深めていきますので、一応上級コース。そして、一応ね、多く出るような方の試験。こちらですね。
まあ、中心にやっていきますんで、まあ、マンション管理試験上級コースなんて言ってるんです。ただ見てわかる通りね、そうは言ってもですよ、区分所有法と標準管理規約、ね、まあ足すと管理業務修習試験でも13問出ますから、13問ね、まあ13問出ますんで、ほんじゃここね手抜いていいかってわけではございません。だから管理業務修習試験を目指す皆さんにも役には立ちます。まあそんなね上級コースの話をね今後ねちょっとさせていただこうと思ってます。さてまあというわけでね、管理業務修習試験だけね目指すよという方もですね、ほんじゃやんなくていいかというと、やはり役には立ちます、この子、ね、あの上級コースはね。あとは初級だからといってね、今から勉強始めるんだけど、ね、上級ってじゃあいらないのかなっていうと、これもねそうでもないと思ってます。まあなんでかっていう理由はですね、まずここにあるんですよ。はい、では1ページ目戻ってくださいね。まあレジュメお持ちの皆さんは1ページに戻ってください。でレジュメお持ちの皆さんね、画面でご覧になっている皆さんはこの画面を見ていただければいいんだけど、まあ一番最初にね、試験の概要を書いておきました。マンション管理士、管理業務修習者ね、まあ大体マンション管理士、少しアップにしようかな、マンション管理士の試験の方ね、アップにしますが、まあ例年です、まあ特に変わらなければこんな感じ、ね、受験資格なし、受験料は9,400円で、願書の配布とか受付ね、大体8月から9月です。で試験日時は11月の最終日曜日ね。まあだから特に変更がなければね、これは11月26日になるはずです。今年はね。今年です。令和5年ね。まあ2023年は11月の26日になるはずです。特に変更がなければね。でまああのいわゆるね、コロナのこの感染症があれだけ蔓延した時期でも、ね、変わらずやってましたから、この日時で。だからないでしょうね。はい、でもって、管理業務修習試験はこうですね。まあ、あの受験資格は変わらず。で、大体、まあ、願書配布なんかも同じ時期ね。1週間しかずれませんから。12月の第1日曜日。だおそらくね、12月の3日になるんじゃないかな。12月3日ね。ね、いうことです。ね、だ翌週って感じですよ。マンション管理士の試験が11月の26日。その次。翌週管理業務修習者の試験ですから、ダブル合格を考えている皆さんにしてみれば ね、もう11月26日段階で A はある程度終わらせているっていうイメージかな。あの他の試験種ですよ、例えば宅建試験なんか受けている皆さんね、まあ、宅建試験というのは10月の第3日曜日だから10月の15日になるかな、10月の15日ね。でそこからです、じゃあ、宅建試験を受けて、で次に満貫を受けようという方は、まあ1ヶ月以上ね余裕があるんです。だからその1ヶ月で、まあマンション監視試験に特有のものをやるとかね、間に合うと思います。ただこれ1週間しかないんで、これから期間1週間しかないんでね、まあ満貫の試験を一生懸命やって、で残り1週間で、管理業務修習者に特有のものをやるっていうのも、まあ無理ではないかな。さっき言ったように結構被るものが多いんでね、あのいわゆる標準委託契約書みたいな、満貫ではあまり出ない、管理業務修習者では特有のものをねやればいいかもしれないけど、ってことは他のところですよ、民法や区分所有や契約とかね、もう共通テーマっていうのはこの段階で終わらせなきゃいけない。だからまあ同じだと思ってます、どちらもね、受けようと皆さんも、まあ、満貫の試験11月26日ぐらいの段階ではいわゆる民法とか区分法とか標準管理規約とか、そういった両方に共通する重要法令テーマね、まあしっかり終わらせていなければいけないんじゃないかと思ってます。まあというわけでね、満貫を目指す皆さんも、管理を目指す皆さんも、まあ上級コースは役に立つかと思ってます。で、次なんだけどね、もう一個はこの下にあるんです。まあこの違いでしょうね。あの、マンション管理試験というのは1ページの面の下にありますけど、ここはですね、まあ、合格率がもうかたくなに一桁だったんですね。かたくなに一桁ね。ただここ 11.5 になりました。11.5 ね。ね。まあ、悪口言いたくないんだけどね、ちょっと資材ミスがあったんでね。マンション会社資材ミスがあったんで、こうなっちゃったのかなって気がしてますよ。
まあ、あのね、回答なしみたいな資材ミスをね、やってしまったので、回答なしの資材ミスがありますとね、ね、まあ、それはみんな1点になっちゃいますから。だから、合格基準点40点ね。40点8割取らなきゃいけないっていう試験になっちゃったんです。まあ、だから、おそらくね、まあ、その、資材ミスがなければ、大体38点ぐらいね、37、8点ぐらいで、まあ、例年通りの合格点にして、まあ、9% ぐらいね、だったと思うんですが、まあ、ちょっと2問資材ミスがあっちゃったもんですからね。で、1問、回答なしになっちゃったもんですから。まあ、ですからね、40点ね、なってしまったということ。まあ、だと思ってます。だから、大体一桁なんですよ。合格率はね。マンション管理士。ただ、ね、管理業務修士試験というのは、大体 20% ぐらい。ね、20% ぐらいね。だから、簡単に言うと倍ぐらい合格率は高いんです。ね、まあ、そういうことがございますからね。だから、我々上級コースについてお話をするのはそこなんです。民法とか区分所有とか標準管理規約ね。まあ、これが非常にウエイトが高いわけです。で、このですね、法令系っていうのは、ある程度、資材が読めるんですね。あとはですね、基本的なところをしっかり押さえていると、これ、推理が可能なんです。四種択一でございますんで、見解とかは出ないんですよ。見解とかね。まあ、いわゆる論文試験なんかでいきますと、どう考えますかと。ある事例が設定されていて、で、この事件をね、どのように君は解決するか、条文と判例が自分の見解を使って論理的に述べてみようというのが論文ですね。まあ、なんだかそれはありません。四種択一は白か黒かの問題が出ますから。ね、だから人によっては丸であると。ね、ところが見解によっては誤りであると。判例は存在しないとかいう問題絶対出せないんです。ね、まあそういう問題出してしまうとね、これ採点できませんから。まあということなんで、もう白か黒かで出してきます。まあ、というわけなんでね、四種択一っていうのはそういうね、問題できますので、一点が重いんですよ、こっちは。一点がね。一点が重いんです。だから、設備なんていうのはね、推理効かないものありますよね。設備はですね、まあ、特にほら、設備系法令では設備ね、本当設備。ね、電気設備とか、ね、あとは水回りとかね。そういうのを、例えばこういう工法があります。あるいはこういうね、工法はこういうやり方をします。だから、こういったね、傷についてはこの工法を使うんですって言ったのは、もうこれ、推理聞かないと思いますよ。知らなければ。ね、こういう工法がね、こういう工事の方法があるんです。いや、嘘ですって。こんなもんありませんって言われたら、いや、知らないよって感じなんでしょ。ところが、いや、実はあるんですよ。ね、なかなか世間に知られてないかもしれませんが、あるんですか言われたらね。あら、そんなことしか言いようがないんで。ね、まあですから推理が効かないっていうのがやっぱり実務系なんです。まああとね、会計系もそうかな。基本的に知識を持っていれば、いやこれ簡単にできるじゃんってものもあればね、いやこういう聞き方したらね、もう会計士の試験になっちゃってませんかみたいなものあったりするんです。ね、あとね、まあ普通仕分けなんかもね、簿記の4級とか3級ぐらいの知識を持っていればできますよんでね、でみんなできる問題を落とさなきゃいいから。なんだけどね、これってね、もう簿記だったら2級とかになっちゃってませんかみたいなね。いわゆるハイレベルなものはあります。もう手を広げすぎるとなりますと、これ限りなくなっちゃうんですよ。設備系とかね。あと会計系は。まあだから、読みが効かないところがあります。ところが法令系はですね、やっぱり民法なんかでいきますとね、まあ、弱者法なんていうか、そうね、公平な事件の解決。あるいは、いわゆるほら、公序良俗なんてあってね。社会の、まあ、平穏というか平和というかね。ね、そういうのが基本にあります。ですから、まあ、いわゆるね、これっておかしくねえかって皆さんが思うもので大体おかしいんですよ。ね、区分所有法なんかもそういう方法ありますね。まあ、ちょっと中身的な話をね、後でテキストもね、紹介したいんで出てきますが、だからまだね、全く何も学習していないって皆さんは、ふんと思っといて。で、ある程度学習進んでる皆さんは、ああ、そうだったねと思っといて。何かというとね、例えば区分所有法ですよ。区分所有法ね。まあこれ標準管理規約にもつながるかもしれませんが、まず区分所有法ね。集会とかまあね、総会とか言っていくんだけど、まあちょっとね、区分所有法なんで集会って言ってきますね。集会。みんなで集まって。マンションの皆さん、住民の皆さんね。まあ区分所有者ですが、住民と言っておきますよ。
みんなで集まって物事を決める、そのマンションのルールを決めるというのを集会と言います。だから、そのマンションにおける例えばルールを決めるんですよ。みんなで集まってルールを決める。だから、その中身によってはね、自分の生活に影響しちゃいますよね。自分の生活に、そこに住んでいるわけです。衣食住の住ですよ。住の中心になるようなマンションでの生活の影響を、ね、与えるかもしれません。だから議決権の行使ね、その集会において自分の意見を発するという権利はもう最大限尊重されなきゃいけませんね。という発想がもう普通でしょ。だから、例えばこういう議決権の行使認められるとかね、認められないとかいうのがあった時にはそういう発想が使えるんです。できる限りその人の意見は認める方向で行こうじゃないかってことね。だからちょっとした、ね、手続きのね、まあ瑕疵があります。瑕疵っていうのはまあ欠陥とかね、不備がありますと、ね、その人の意見は明確に分かるんだけど、ちょっとした不備があった、じゃあ無効ですよとかね、それはやりすぎって感じなんですよ。だからなるべく認めようという方向ね、例えば議決権の行使、議決権の行使はなるべく認めようという方向を区分法は持っている。だったらね、標準管理規約もそれに合わせてくるはずですよね。標準管理規約っていうのはそのマンションにおける、ね、まあ日本全国でひな型です。マンションのルールのひな型ね。法律は区分所有法という法律は議決権の行使をなるべく認めようとする、はい、それを受けた標準管理規約ね、日本における標準型ひな型は議決権を否定する方向で規定するわけないでしょ。議決権なんか認めない方向で規定を設けるべきであるとかね、やりえないよ。だからそういったね、まあ、要するに根本的な基本的な価値観を持っていると見えてくるものが多いのが法令系なんです。まあ、だからね、法令系の方がしっかり学習すると扱いやすいんですよ。で、特にマンション管理層はね、これ一点でのね、まあね、合否っていうのがね、非常に大きいと思ってます。だ去年もね、まあ、実際上39点とか38点で失敗した方っていうのは、まあ、かなりの数いらっしゃると思ってますよ。でそういう方が ねほんじゃあもうね、マンション管理士去年ね1点され、ね、39で落ちちゃったからもういいや、ね、やめたっていう方が多いかっていうと多分多くないと思ってます。だから、去年39点38点で足りなくて1点2点足りなくてね、まあ、ケアレスミスをしてしまったとか、そういうことをやってしまって、まあ、不合格になった皆さんが、まあね、1年かけて、ほんじゃあ今年こそしっかりやってやるっていうふうに頑張ってくるでしょう。で、そういう皆さんが集まったところですからね。ね、1万2000人ぐらい。で、1000人ぐらいしか受かりませんからね。まあ、どうなっていきますので、本当に一点の失敗っていうのが痛いんですよ。ただ、まあ、こっちもね、じゃあ、ね、管理業務収支もね、1点2点ね、いいか、いい加減にやってもいいかと、そうはいきませんよ。そうはいかないんですが、まあ、1問ぐらいのケアレスミスだったら、許容範囲かもしれない。ということ。まあ、ただね、まあ、ケアレスミスはなるべくやってほしくないんで ね、そのケアレスミスしても受かりますよって試験ではありません、当然ね。なんですが、満貫ほど怖くはないかなっていう気はします。さあ、ということで、ね、じゃあ、どういうことをやるかというとね、その基本的なところをやっていくんですよ。例えば、ね、何かというとね、まあ、さっき申し上げたように、よいしょ。まあ、ちょっとこれは私の姿を消しましょうかね。よいしょ。はい、こんな感じね。さっきこれ2ページ目紹介したでしょ。まあ、だからね、いわゆる区分所有法は標準管理規約。まあ、1点で落ちる方がね、失敗する方が非常に多い。1点2点で。だからここはしっかり固めていこう。ただ、管理業務収支者もね、これ合計で13問出るでしょ。じゃあ13問、まあ、適当にやっていいかというわけにいきませんから。ね、だから当然ながらね、まあ、両方に役に立つような話をね、上級コースでは取り扱っていきます。で、何やるかっていうと、まあ、普通はやらないかなってところをね、やったりするんですよ。はい。で、今回ですね、この、例えば3ページとかね、まあ、これちょっと中身的な話になってしまうので、受験経験のある皆さん、ある学習経験のある皆さんは見といてください。ね、こんな風にね、出てきますよと。さすがにね、初めての方もいらっしゃるので、ね、この解説始めると、まあね、何言ってるか分からなくなっちゃうと思いますんで、
ね、このあたりはね、皆さんで見ておいていただければいいかなと思います。で、受験経験ね、学習経験のない皆さんは気にしないで結構ですよ。さあ、だから5ページなんです。5ページ、何をするかっていうとね、理解を深めるインプット講座って書いてありますね。これがですね、こうやっていくの。まあ、下にあります。区分所有法条文ローラーね。はい、これはスタンダードな講座では普通やらないかな。何やるかというとですね、区分所有法の条文を1条から全部見ていきます。全部ね。全部ベターっとね、すべての条文を見ていくのはこのコース、ね、あの講座なんです。普通条文をですね、全部見ていくよってことはやりませんよ、普通ね。ね、まあ、その中で試験に出る条文はここ。というかね、条文番号でさえね、どうでもいいやって言い方をします。あ、でもね、ちなみに、条文ローラー講座もね、これも私も担当するんですが、条文番号はどうでもいいからね。ね、何条とか覚えなくていいから。ね、ただね、1条からずっとね、条文を見ていく。で、中には、さすがにこれいいやっていう条文もありますよ。ね、いや、これはもうね、取材の可能性はないしとかね。あとは、準用条文ってあってね。何条の何とかという文言は何条何とかという文言を順用するってね、そういったものは見ません、さすがにね。まあ、あとはそうではなくて中身的なもの ね、まあ重要なところというか中身的なところをね、全部見ていくんですよ。で、いわゆる形の上では条文全部見ていきます。ただ飛ばすものの中にあってね、これはいいでしょうっていうのも中にありますけど、ね、形の上では全部見ていくのが条文ローラーね。だから区分所有法ってこういう規定になってるよねっていうのを生の情報で見る機会ってあまりないと思います。テキストっていうのは試験に出るような内容を割と噛み砕いちゃったりしてますよね。わかりやすく。だから生の情報としてこういう規定になってます。ね、それ結構大事なんですよ。覚えるときね。例えばちょっとだけ中身入っちゃいますが、ほら、ね、規約によってで別段の定めができるとかね、規約に別段の定めがない限りこうであるとかってことは、そのテーマっていうのは規約で変えることはできるって意味でしょ。で、そこで終わってたら、規約がなかったら区分法の条文通りなんですよ。いいですね。つまり集会決議で変えられないんです。そうなるでしょ。ところがね、規約または集会決議によってって書いてあったらどっちでも変えられるんです、ね、そういうことね。そういうこと、ね、まあ、ですから多分そういうところなんですよ。で、試験はそういうところ聞いてくるんです、ね、もうすでにね、例えば規約によって、ね、規約で別の定めがあればできますってなってるんだけどね、集会によって変えられますなんてね、誤りだよとかね、あるいはね、規約または集会決議によって変えることができると言うんだけど、規約では変えられません誤りとかね、結構あるんですよ、そういう問題が。で、そういう問題っていうのは条文の生の表現をね、見ておくとイメージでつかみやすくなります。まあ、テキストだとね、なんか変えられた気がするとかね、その程度終わったかもしれないんだけど、やっぱり条文のね、生の条文を見ると。そして次なんです。規約ね。区分所有法標準規約ね。徹底比較講座ってあります。区分所有法と標準管理規約ね。これ徹底比較講座とありますが、これ中心はですね、規約です。ここで区分法の方をね、またくどくどやりますとダブっちゃうでしょ。だからローラー講座の方で、ね、まあ条文は見ていきます。で、規約はね、標準管理規約はパターン3つあるでしょ、ね、まず日本全国をカバーして国会が決めた法律があるんですよ、区分省の ね、区分省で条文法律があるでしょ。で、標準管理規約っていうのは、これはマンションの特有のルールね。だから日本全国をね、カバーする国会で決めた法律を規約が変えている場合もあるよね。あとは変えていない場合ね、規約は全く触れていません。だから、区分法の通りの適用になりますものがあれば、全く同じ内容ですよ。全く同じ内容の規約を設けているケースもあるんだね。要するに、法律をね、もう一回言い直しているっていうか、規約でも同じことを言っているってものはあります。そのあたり区別をつけておかないとね、どっかで見たなって、
なんだっけ、区分法だっけ、標準管理規約だっけ、あれなんかであったよっていう方はそれで迷っちゃうんですよ、ね、いやいやいや、規約では変わってるからって、標準管理規約ではここ変わってるからって、ね、例えばね、例えば1週間とか2週間とかあるんですよ ね、そういう時にいやいや2週間になってるからとかね、だから区分法だと丸なんだけど標準管理規約では数字違ってるからっていうのもあったりします。だそのあたりを、ね、標準管理規約はこうしてるよねってやっていくのがこの講座なんですね。だからこの2つ、ね、いわゆる、まあ、スタンダードの講座では深めないんですよ。ここまではね、条文一個一個見ていくとかね、まあ、要するに規約ではこうなってるよねなんてやっていきません、ね、まあ、区分法って大事なところこうですよ、で標準管理規約は大事なところこうですよってやっていくのが普通の講座だと思います。だから、この2つね、ピックアップ条文とそれから規約ね、ここだけを取り上げて細かいところも深めていく、これがこの2つの講座です。だからハイレベル講座では上級か、上級講座でこの2つがやっぱり中心です。あともちろんね、まあナビ講座なんていうねありますし、まあ要するにまあなんていうかな、流れですよ。ね、この上級コースね、どうやってね10月ね、まあ11月までね、どうやって11月12月はね、どうやって、ね、学習すればいいかってやつとねお話をしたりとか、あとは、直前期、直前期ね、まあさすがにそう言ってもね、設備系も少しやっていこうかなっていうんで直前期、ね、のね、まあ講座あります。なんで2回しかないんでね、これね、これ2回なんで5時間です。だいたいこれね2時間半の講座ですから、だからね、こっちはもう6回ですから、2時間半6回ね、全部の条文見ていきます。で規約もね3回です、3回なんですが、規約をね、特徴なんかもね押さえていきますんで、まあそうやって隙をなくすわけです。まあそうやって1点のミスね、皆さんが落とす問題1点取る強い武器になるでしょ。このね条文さえ知ってればっていうものね結構あるんですよ。でそのあたりをね固めていくのがこのコースだと思ってください。で例えばね、で最後のところね、最後でお話をしていきますが、でアウトプットもね出しておきました。これは演習です。演習ね、マンション管理とかね、アウトプットなんかね、演習の講座もね6ページ書いておきました。で演習もね充実してますよってとこだけ見ておいてもらえば結構です。あ、でテキストね、最後にちょっとことだけ紹介をして、まあ、このガイダンスを終わりにしておきます。こんな感じね。今あった条文ローラー講座ですが、まさにこうよ。例えば44条の中サンプルしておいたんだけど ね、意見陳述権なんてあったさ、占有者意見陳述権ね、でもってこれね、どういう話かっていうね、ポイントをやります。ただ私、講座の中ではですね、さすがに6回あっても、一つ一つ読んでいたらこれ全く時間足りないんです。だから、とりあえず条文の概略ね、こういう条文ですよね。でもってこうやります。試験にはどこがどう出るかを確認しましょう。こんな感じね。試験にはどこがどう出るかを確認します。っていうんで問題が出てるでしょ。一子一答型ね。で、こちらをやっていきます。で、まあ、演習時間を取ってやるってことはありません。ただ、これやりますんで、一時停止をしてね、皆さん考えてもらったりもします。ね。まあ、いわゆる一時停止をして考えてもらって。で、私がね、これってね、誤りだよね。で、どこ誤りかというと、ほら、こうなってたでしょって、そういうのやっていくんです。で、一個一個ね、条文がどう出るかっていうのをね、詰めていくのはこの講座です。で、見てわかる通り、これサンプルなんだけど、誤りなんでしょ。正しい選択肢はまんままだからそれでいいと思うんだけど、誤りってどこ誤りかっていうのが大事じゃないですか。でも解説がないんですよ。ないんです。だからね、これ全部はやっぱりさすがにやっぱり時間的に無理なんで、1ページについて、ね、2紙とかね、3紙ぐらい取り上げていくんです。で、誤りの、ね、選択肢を中心にやっていきます。だから全部は無理なんでね、他のところは皆さんで、考えるっていうトレーニングもなります。解説があるとですね、結構解説あると ね、解説見てね、ああそうだったとかね、知ってたっていう感じになってしまうんですが、解説がないと自分で考えなきゃいけません。でもってね、どうしても分かんなければね、別途例えば過去問のね、これ全部過去問ですから、2013年問3番とかね、まあだから過去問の問題集をね使って確認をしてもらうことになりますけど、ね、別途ねご自身で、ね、まあ、手に入れてってことになりますけど、ただやっぱりですね、解説がないとね、どうしても自分で考えます、ね、そういうのも大事なんでね、こういう構成にしておきました。はい、で徹底化講座もね、構成同じです。構成同じ、これ11ページが始まっておりますが、まあこれ上にあるのがね、これが規約ね、規約の
な、ね、情報が書いてあって、でもって条文は、ね、こうです、ね、区分法に対応する条文はこんな感じだったよね、さっきの意見陳述権ね、意見陳述権。さあではそれがどう出るかですよね、どう出るかってやつ、ね、それがどう出るかっていうのはね、こんなふうに出てますよっていうのをね、やっぱりやっていきます。こんな感じ ねやっていきます。まあでこれも不適切だっていうのをね中心に見ていこうかと思ってるんですが、ね、こんな感じでね、まあですから構成は大体似てますよ、ね、規定はこうなってる、ポイントはここである、そして問題ではどう出るかってやつね。ただこの3点セットで十分でしょう。それはやることないですよね。要するに、ね、規定はどうなっている、どういうな内容になっているか、ポイントはこうである、そして問題ではどこがどう出るか。でこれをしっかりやっていきますと、少なくとも区分法と標準管理規約は隙がなくなるはずなんです。まあそういったね講座、いわゆる深める講座をね使いましたから上級と言ってるんです。ただね、今言ったように難しいことやりませんし、試験の枠を出たことをやりません、ね、いやこれ試験出たことないね、まあ一切出たことないし、これからも出る可能性はねまずないんだけど、じゃあしっかり1時間話しましょうかとかね、やりませんよ絶対、意味がないから。まだ試験の範囲を出ない、ただし他ではやらないことを深めていく、まあこれがね上級コースだと思っておいてください。だから、ね、初めてね学習する皆さんも、あるいは管理業務修習者試験だけを目指す皆さんも、決して無駄にはならない、いやむしろ役に立つかな、普段ねやらないことをやっていきますから、まあそういうのがね上級コースだと思いますね、思っていただければと思います。というわけでね、私が担当しますんで、もし受講する皆さんいらっしゃったらね、まあこの顔でお話をしますんで、その時もまたねよろしくお願いいたします。さあでは今回ねガイダンスは以上で終了となります。皆さん頑張っていきましょう。